火の玉みたい。はい、はい、あこんばんは、こんばんは。あのずっと1月隠居生活でしたよっていうかあのですね、あの1月ですね、まあものすごく12月の年末から1月めっちゃ楽しい、ワクワクする、めっちゃウケるみたいなの楽しんでたんですよね。そしたらあちょっとこれ久々のちょっとこれ久しぶりの、今日は節分ですよ。皆さん豆まきしました？音浴節分ライブにしようかな。皆さんね、今年は 何百年ぶりか分かんないけど、あのあちょっと待って、ちょっとこれを固定する。はい、久しぶり、ね、あのなんか2月3日じゃなくて2月2日に節分なんですよね今年で、あの1月そうやってめっちゃ楽しいとか言って、なんかもういろんなことやっててめっちゃ楽しくて、だから当たり前ですけど慌ただしかったんですよ。そしたら今もな完全じゃないとは思うんですけど、あのいや久々に喉に来ましたね。あ入ったみたいな、で声が出なくなって、で鼻水も出る、でこういう時期だと咳を電車の中でしようもんならちょっとしようとしようもしね、するとあの人もしかしてあれなんじゃないかみたいなのがあって、本当に違うんだけどなと思いながらまあまあまあそんな生活をしていて、で何が起こったかっていうと、そうやって声が出ない、歌えない、でいろんなことが重なってものすごく充実して楽しいんだけれど、逆に、私が、声を出せなかったりとか歌えないとかあると、自分がこれ本当に好きなことだから、それができなくなることによってのエネルギーがなんか多分すごい下がったよねっていうのがあって、でやっと復活してきたから、あのそろそろ始めようじゃないんですけどね、もうなんか復活したしと思った時に、あ今日この後あの運欲心理、あ未来し宇宙心理ラボって言って長い名前ですけど、あの今日は宇宙ラボは、宇宙意識ね、見えない世界怪しいっていう声も最近あんま聞かなくなってきたと思うんですよ。むしろ見えるニュース報道そっちの方が怪しいじゃんみたいなね声も多いじゃないですか。だからなんかこう見えない世界が怪しいとかでもなく、この見えない世界にある一定の法則があるから、それをみんな知識としては持っている人も多いんですよ。本もたくさん出てるし、でもそれを実生活でどう使っていくか、そして自分の感情にコントロールをされない、自分自身の主は自分自身だから、そういうところをあのまあ実践と実験をしていこうよっていうラボなんですよね。あのすごい好評で、今日やるところめっちゃマニアックですけど、あの声の、みんな声出してますか？あの声を出さなくなるとエネルギーの循環もないし、私がこう歌わない時期って自分自身のエネルギーがなんか滞る感じがしたですよね。でいろんな、いつもそうですけど、そういう時は声が出るようにまあイメージしたりとかいろいろやるんですけど、でもう年末年始とかリクエストこれお願いしますとか言われて全然できなくて、まあだから今日ちょっとね練習がてらやっていこうかなと思いますが、そのうちあのちゃんと YouTube にもアップします。あの Google 検索で魔法の音浴ってやると私しか出てこない、魔法の音浴、音を浴びる音浴ってやると、であの最近なんか
もう嬉しいんですけど、私のそのね YouTube を聞いて仕事をすると仕事がはかどるとか癒されるとか眠れるとか、例えばすごい、なんていうの、初めてのことをチャレンジした時のドキドキ感ってもうなんか半端なく怖い、新しい世界って怖いから、その恐れとかを落ち着かせるためにてか、恐れを感じている時ってものすごく呼吸浅くなっているから、それを落ち着かせるための、まあ、呼吸法とかもやるんで、みんなやってたりするんだけど、それプラスこの音の力で落ち着きを取り戻すっていう風にやってるんですけどね。あの別に私歌ってもいるし弾いてもいるし、だけれどもなんか自分自身としてはなんかその歌を聴いて聴いてっていう歌手でもなく、なんか声が癒されるんですよねっていうのも、まあ、別に嬉しいことは嬉しいし、で、何より嬉しいのはその場の浄化、その歌うことによっての場の浄化と皆さんの波動が上がる、そしてエネルギーも上がる、そして今まで囚われていた思い込みが吹っ切れたりとか、新しいビジョンが見えてそっちに向かう、だからその自分の人生、望んでる方向へ、進んでいく現実創造の力になるためのものとして思ってるから、なんかそのただね歌っているだけとか、なんか声綺麗だから聞いてとかそんなのは全くなくて、なんか何か一つの気づきのきっかけになればいいなと思ってます。それでこれ残るから言っちゃおう、あの私たまたまの皆さん紅白とか見ますかね。私この前の年末のあの紅白でさだまさしさんの奇跡っていう歌を聞いた時に、さだまさしやっぱすごいみたいな、当たり前なのかもしれないけど歌詞がやばいみたいな、中島みゆきさんもそうですけど、やっぱりこうある時代を作ってきた人たちの歌詞ってなんか今の曲とかの歌詞ももちろん素晴らしいの多いんだけど、なんかその時のメロディーとかテンポとか歌詞がやっぱり心に染みるものが多いなと思っているんです。だから私あのよくあの都内とかでもあの人がいないところを歩いている時に結構いろんなイメージをしながらとか、自分自身の感情心を震わせながらニヤニヤして歩いてるんですけど、あのその時にいきなりそのさだまさしさんの歌を聴いた時に一緒に歌ってる映像が出てきちゃってるんですよ。その時にもう私女版さだまさしになる、その瞬間いろんな人に言いましたよね。そしたら大爆笑、みんなウケるとか言って、なんでさだまさしなのみたいな、だってさとか言って、でそのいちいち説明をすると大体えっていうか、さだまさしさんだったらなんか屋敷よりなんかすぐ実現しそうみたいな話になって、でもそれはね自分の心がもしかしたらあまた変わるかもしれないけど、さだまさしさんって話もすごいみんな好きで人気あるし、歌も人気あるし、なんか私女版さだまさし、あさだまさこ、いやまさよみたいなことを言ってたんですけど、あの私の音楽ライブとか来た人いると思うけど、めっちゃ喋ってるし、喋ってるっていうのも、まあ、セミナー的な要素、宇宙の法則とかそういう話とかをしているんですけど、なんかその今年は女、今年はじゃなくて女版さだまさしで行こうって思ってるの。だから皆さんディナーショーじゃないけどさだまさしさんとコラボやるときぜひ来てくださいね。ギャラとかわかんない、調べても出てこなかったでその時の歌がすごい良くて、でそうこれ映像つけてるけどやっぱ見るのって結構疲れるから、そう映像なくてもいいかなっていつも思って、ラジオ的に聞いていただければいいなと思います。でこれ練習中だから一番だけになっちゃうけれども、知ってんじゃないかな。切なくても必ず明日は来る、長い長い坂道登るのは
面白くないなっていつも思ってて、でもね、音浴瞑想やりたい人にとったらずっと歌ってるよみたいななるみたいです、はい、これ久しぶり、これキーボードの上に上げてるからすごい揺れるよね。もそうですけど、鬼滅の刃とか私全然見てないんですけど、もう鬼滅のリクエストをたくさんいただいてですね、ただすごいなんか鬼滅の刃すごい見てる人とかに、にじゃないけど、あそこで使われてる言葉ってものすごくこうキャッチーじゃないですか。で、ね、本当自分自身に全集中ですよ。私結構自分自身がずれてるなっていう時って、何が起こってるかっていうと、これいくら勉強したりしてもよく起こってること
でもあるし、あとすごいこう例えばわすごい売れてるっていう方とかのご相談とかも受けると、あのご相談ね伺うと、こういろんなことをやってきたけど次何したらいいかわからないって言って、まあ階段の踊り場のようなあの方も多いんですよね。でその時によくセッションとかでお話しするのは、なんかまあご自身がね階段の踊り場にいるっていうのは分かっている、でその時期もその時期で味わって、まあ、楽しくはないかもしれないんですよ。ただ自分がこうご日頃ご機嫌にする、自分自身をご機嫌にすること以上に大切なことはないから、それはまあやっていただいて、ただその音を浴びることによって、あの話してるだけじゃ気づかないことだったりとか、本当に奥底、あの意識の奥の方の奥の方の本当かすかなところとかの、あこうしたかったんだとか、本当はこうだったんだとか、なんかそういう何でしょうね、言葉では呼び覚ませないところをこの音の力ってガンって呼び覚ましてくれるんですよね。それが私楽しくて、で実際に私がなんでこういうな、まあね初めて聞いた人はただライブする人でしょうとかただ歌う人でしょうっていうふうに思うかもしれないけれども、私自身がものすごく、自分のことが受け入れられない、自分のことが嫌い、これ15年以上前ですけどね、あのそういう時期を過ごしてきてって言って話すと、今だと本当ですかとか、いや疑われるけど自分でも疑いますよ、本当だったのかなって。でもものすごく自分のをダメにする言葉を自分自身に浴びせたりとかしていたんですね。だけどあのまあそれを一つ一つ、実践実験をしてきて、意識の世界を勉強してそれを使って、でその時にただ勉強するだけとか人に話聞いてもらってっていうだけじゃなくて、自分自身がこの音楽っていうかね、自分が好きなことだから、あの音楽とか歌って暮らしたいとかね思うじゃないですか。なんか好きなことで、人って暮らしていきたいって思いませんか。特に今ね、こういうコロナの時期になって東京とかだとまた1ヶ月延長されるよみたいなこと言ってる中で、ものすごく閉塞感あるんですよ、心もそうだけれども。でその集合的な無意識というか意識にあの敏感な人は飲み込まれていくし、私も結構影響あのされた時があったんですよね。あこれ私じゃないみたいなのに、まあ、気づけるからいいんですけど、気づけない人って多分閉塞感で毎日過ごしてる人も多いんじゃないかなって思うんですよ。で、まあ、その時に例えばだったら好きなことして生きていきたいと思っても、閉塞感のままだとやっぱりなかなかうまくいかないんですよね。で私が、15年以上前になるけど、そうやっていろんな、自分責めたりとか我慢根性忍耐みたいな、その苦しんでこそ夢叶うと思っていたけれども、なんかそれもおかしいなと思った。楽しそうにして夢を叶えていく人もいるのに、なんでだろうと思った時に、あのそこから見ていったんですよね、意識の世界をバッと。で自分の好きなことで、生きていきたいって思っていながらも、会社員生活18年間やってました。でそれをやりながら、こういう音欲っていうのは、あの私の歌と声歌声を聞いた人がまるで音を浴びてるみたいって言って、目の前でほぼ全員が泣き出したりとか、あの何でしょう、本当にやりたいことが見つかったって言って行動し始める人が増えてきた時に、ああ私の歌は何かの力があるのかな、だったら嬉しいなっていうところから始まりました。でそれに気づいてからですね、あの自分自身の声も変わったし、歌声も変わったし、届く距離も変わっていったし、とにかく現実が全然違う、現実違う地球にあの生きている感じがしたんですね。だからそのライブを聞いて、なんか楽しいっていうのも別にいいんですけど、なんかこの音の力によって、その本当の本当の本当の自分自身とハグするというか、一緒になって生きていくっていうことをあのしていただけたらなと思って、今ピカピカになってびっくりした。あの
やり始め、何話したか忘れちゃった。音欲っていうのは何かって言ったら、本当に自分が苦しい時にもう音の力を使ってこうね、夢見てる場合じゃないとか、現実を見なさいとか周りから言われるんですよ。夢見る夢子じゃねえみたいな。そうじゃなくて、どっちもただなんですよ。夢見たって妄想してニヤニヤしたって、だったらどっち選びますかっていうことでもありますよね。これ今何時？なんか時計が壊れてる、ここ。はい、でこれまだ練習中だから見たの方が詳しい歌。そして鬼滅、全集中、自分に全集中よ、周りが何しようが自分に全集中よっていう、全然話がまとまってないですけど、鬼滅の刃の映画の曲をそのうちまた YouTube にアップしますが、もっとね早くしてればよかったんですけど声が出なくて。私本当に20年以上前なのかな、20年前になりますけど、たまたまそのボイストレーニングの学校でたまたま来てた先生と、出会って、その方はプロの人しか教えてなくて、で私その時全然普通に会社入ってちょろっとして、会社員の時でね、素人にもうボイトレしてくれたんですよ、りょんりょん先生って。でこの鬼滅の刃の歌った人、誰だっけ名前が出てこないあの本当にスーパーフライとか小袋とかミスチルの桜井さんもそうだし、あと昔だったら木村カエラちゃんとか、もう吉、あと伊右衛門の吉井勝也さんとか、本当にもう名だたるミュージシャンたちが、あとセカワの人もそうかな、あの名だたる方たちがあのボイストレーニングを、やってもらっていたりとかね、する先生がにお世話になってたんですよ。でその先生に出会った時の私は本当全然違う地球に生きている私で、もう自分大嫌いみたいなところにいたから、歌は心よって言われたところで心がようわからんみたいな。でだけどすごい素人の私にもすごい教えてくれて、で今でもその先生の弟子の方が学校をやってらっしゃって教えてるんだけど、この前レコード大賞取っちゃったね、去年。
で、あ、私本当になんかこんな先生にレコード大賞取った取らないじゃなくて前から思ってたんだけど、なんとご縁って面白いすごいなと思うのが、そういう先生に私はボイストレーニングをしてもらってたんだなって。で、前すごい昔だけどフランス語で歌う、コンクールっていうのがあって、それに私出たんですね。ちょっとフランス語学科だったりとかしたのよ。でその時も先生のとこに行って、フランス語とか英語とかは母音がキーだからちゃんとそこを、まあ、イメージして歌いなさいみたいに言われたんですよね。でそういうボイストレーニングってただ声を出すのはもちろんだけど、その気持ちを乗せるとか、そのやっぱ声自信がない時とか、自信がない人って声がすんごいちっちゃかったりするんですよ。みたいな、聞こえないみたいな。で声にも私たちの感情とか、その自分がどう思っているかって乗ってくるから、声を整えることによってもメンタルはもちろん整ってくるし、声を出さなかったら、あ、リサさんです、ありがとうそうリサさんね、そうリサさんの、で結構そしたら私の受講生さんとかで、こう音楽家やりながらこういう仕事やりたいって言ってる子とかが、その先生知ってる、ツイッターで見たとか言って、りょんりょん先生、佐藤涼子先生なんですけど、なんかね、また久々にお会いしたいなとか思いつついますね。なんかりささんの時もね、結構話題に先生になってたみたいです。そうで、そのメンタルもそうだし、心と体、精神、まあ、これ全部つな、まあ、メンタル精神一緒だけど、つながってることで、声がやっぱり出てない人とか、あとこの何呼吸法じゃないけど、ここチャクラがあるけど、チャクラとかもちろん見えないんだけど、そこ意識したりとか呼吸とか意識すると現実創造の速さが半端ないんですよね。だからそれをこう講座とかもそうだし、セッションとかでこう整えていったりするけど、まあ元のね、戻っちゃうことは人間今までの習慣化として戻っていってしまうんだけれども、なんかそういうなんていうのかな、声、最近はセッションで声を出しながら一緒に歌いながらエネルギーの共鳴をしてるんですよね。でそれによって自分自身がどう声を出していくのか、どこまで自分が意識して歌ってるのか、でどこを意識して歌っているのかとか、もうなんか声を出すことによっての自分を内観できる瞑想、これは動的瞑想なんですけど、目をつむって瞑想、静かな瞑想もあれば、こう歌いながら動的な瞑想、歩きながらの瞑想とかもあるように、歌いながら瞑想状態になっていくって、そして新たな自分自身を発見していったりとか、あとビジネスとかで新たな、こうなんていうの、あ、こうしていこう、新たな道筋が見えたりとかして、そっちに進んでいってる人たちが結構います。ね、今日は節分全然繋がってない節分で、まあね、ちょっと音払いじゃないですけど、音によってここら辺に、まあなんかまとってるものもね、全て払ったりとか、本当神社のような感じですよ。音って参拝じゃないけど、お払いのようなもので、これが健康状態とかでも響いていくのでね、なんかこう今日節分だし、久しぶりに、ね、声も出るようになったし、復活のインスタライブやろうとか言ってやってみました。ではこれからあれ時間ちょっとね、ここの時計1時間おかしい、大丈夫かな、はい、これからの講座が始まるのでちょっと準備しようかなと思います。これはまた残しておくので、何喋ってんだって思いながら、突っ込みながら聞いていただければなと思います。でまたやっていこうと思うし、あともう一つ実は配信専用のアカウントがあるんですね。でそっちで今日やろうかなと思ったけど、でもなんか久しぶりだし、こっちの公のアカウントに行くからやってみようって思ったんですが、なんか向こうのもう一つのね、配信専用の方もまたやっていこうと思います。それでは短い間時間でしたが、またやって
行こうと思います。ありがとうございました。良いお年をって新年ですが、良いお年を。ありがとうございました。